何食べれる？ご飯なんでも。何でも。おやつ、うん。もらって困るやつ。もらって困るやつを早くなくしたいっていうやつ。もらってどうすんのこれみたいなのあるじゃん。何？お菓子だよってもらってうわっっていうの何？すごく苦いやつ。えこれみたいな。まんじゅうだな。割り合わないでしょみたいな。あるじゃん。あなたでここ。いや、それに個人的に無理。嫌いなものでしょ。別に嫌いじゃないの。全然食べれるんだけども。量がキムチ的にってこと。キムチ的？今のキムチ的に無理だな。あ、いつでもか。それ大きいのもらってもしゃあないでしょみたいな。大きい。あるでしょ。おピザ。いやピザは美味しいでしょ。大きければ大きい。お菓子。お菓子おやつだ。あ、買ったんだけど今。何？何だっけ？何円だっけ？1万じゃない？おっと近い。来てるよ。はい。ほらあれでしょ。あれで分かってんだけど値段が分からないんだよ、ね。100万円。100万円のお菓子。え？100万円のお菓子。たったこれ食べても200キロカロリーしかない。100万？え？やば。え、覚えてないの？なんだっけ？ちっちゃいやつマーク好きで。そうでしょ。何それ？ピンとこない。来ないんだね。来ない。でも食べてもらうよ。これすごいピンときた。あー、それか！これですね。うわぁ。これ。騙された。どうしようもないでしょ。しかも2個っていうのが1個ならいけんけど、うん、200キロカロリーしかないんだよそれ食べても2つで1つで意外と飽きないこれ。いや飽きない。食べてたら食べたことないでしょ1万円。うん食べて。え、あ、うん、うん、魚肉加工品まあお腹空いてるの早いよ。なんと何分ぐらいで食べれそう？10分。10分長い。10分長いわ。5分。10分長いでしょ。そう。うん。え、味変なしでとかってことでしょ。味変何すんの？ない。まあ、え？マヨ。あ、じゃない。僕マヨ。ちっちゃいやつマヨつけるやん。マヨついてんじゃなかった？うん、これはついてる。これついてないからもう普通のマヨ。いいよマヨつけても。僕は大丈夫。で見れないってことね。うん？見てもいいよ別に。うん。うん、こうじゃない？うん、よく見るね。大食い YouTuber さんのやつでよく見るね。うん、これ大食い。大食いじゃねえ。200g。大食いでしょ。5分っつったっけ？うん、5分っつったから5分でセットして押さないとダメなんだよ。無理だよ、多分5分。甘く無理？甘くんなん？10はダメ。6？ 8。じゃあ8。なんじゃあこれ。じゃあ。リノさんパクパクとマックスユーマ、マックスユーマの戦い。いいじゃない。リノさんパクパク。はい、よーい。あ、なんだっけ、カウントダウンすんだっけ。うん、5、4、3、2、1。はい、イエーイ。あ、いただきます。いただきます。これまず開けれる？あ、もう5秒経ったよ。はい、普通に食べてたから。いや、いや、かぶりつくよ。え、でかっ。え、でっかこれ。あ、匂いすごいね。あ、まっ、あのくるかも。あのくる、あのくる。え、ないとあのくる。うん、いいじゃん。さ、噛んでる時にちぎってやるのも作戦だよ。ね、噛みにくいだけでしょ。だからやっぱ含んだ方が絶対でもいいよ、そういうの。自分で取りに行ってね。いや、
と一昨日に行ってる。嫌だ、ずるいよそれ。でもうまい。なんか噛めば噛むほど。そう、100キロカロリーしかないよ。いや、マヨうまいかも。やばいよ、リノ。リノやばいよ。リノもう実感ないよ。ダメダメダメですよ、そんなこと。いいでしょ。ダメダメ。だってお腹くれるんでしょ、あんた。そんな味変わんない。いや、ちょっとしかつけてないから。これって口に含んでいった方がいいのかな。わかんない。ん、待って、うまい。うまいよ。うん、うまいよ、そりゃ。マー君結構いいよ、あと5分もあるよ。やばくない、リーナ。やばくない。思ったより噛みづらい。うん、でしょ。そういうもんなの。あのチコの思い出せばいいの。あれ、これより買ったの。そうなの。うん。うん、まあ、無理なら一応してね。絶対無理。これでお腹いっぱいになりそう。うん。じゃあ200キロカロリーなんだよ、たった。え、ああ、5分経ったってこと。うん、あ、5分じゃない、5分前ってこと。うん、余裕じゃない、マー君。見せた。もう1分40秒だよ、あと。いくかも。こっちでいいんじゃないの、リノも。何分？4分19。うん、余裕じゃん。くんの。その袋の上に、その袋の上汚いんじゃないの？いや、ないんだもん。仕方ないじゃん。ついてない。あ、はい、こっちでいくと。意外とマー君きついね。あと何秒？意外とマー君の方が少ないんじゃないの？あ、動いた。顎か。顎弱いからね、現代っ子は。強いですか。上上上。上上、そっちじゃない、上上。左上。左左。あるでしょ。ロスってます。ただいま。さあ、1分前です。チャレンジ失敗。チャレンジ失敗です、これ。わかんないぞ、行くかも。おー、いい線いってるね。いい線いってるよ。うん。無理しないで、無理しない。ちょうどいい時間だったね、マー君の設定。うん、なんか喋ってよ。喋んな。もう、あんがもうやられちゃってる。あれ？
この真横にあるんだけど。あれあれ。すごい。すごい。あげる。いやな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 い。ちっちゃ。ちょっとちょうだい。マー君の勝ちじゃん。こんな残ってますよ。やば、すごい。あんなロスってたのにすげえ。ロス、ロスリなしだったら全部天むねにいけた。奥にもちょっと。めっちゃうまいじゃん。そう思うでしょ、うん、最初はそう思ったもん。めっちゃうまいこれ。もう飽きてきちゃったもん。カントリーマーム100個。ん？カントリーマーム100個食べれる？さすがに無理じゃん。無限説やってみたい。何無限説って。自分が、そんなのないよ。自分がさ、今ならビッグマックいけんじゃないの。マーク、いや、ビッグマックはいけるでしょ。いや、3個いける気がする。いけんじゃないの。いや、具材が、あ、そうそう、ま、ビッグマックの嫌いなのよ、マークも。あら、ビッグマックという味が嫌いなんでしょ。違う違う、あの、具材が嫌なのよ、その、あの、ピクルスが。ピクルスって意外と感じない。あ、ピクルスがだけ嫌なの。うん、で、取ればいいよ。と、あと何かない。あとはピクルス入ってた。ピクルス入ってるけど、普通のハンバーガーって意外と感じない。ビッグマックピクルス抜きってできるよ。じゃあそう、うん、量的にいけるんじゃないの、もう。うん、君のライバルたちはみんないけると思うよ、ビッグマックぐらいは。あ、やる、うん、やりますか、うん、リーノさんは3ついきますか。3つ、ビッグマック3つはあげる。いや、ビッグマックと違うハンバーガー、サムライマックと、あ、いいじゃん、チキン、フィレ、もっとなんかその重量的にや。あ、違う違う、だからそれ重量でいいんじゃないの。ハンバーガー1キロ、1キロ全員同じ顔したら似る説。似てない。違う違う、まだだ。お、似てない。え、なんかさ、結構似てるって言われるじゃん、普通にしてて。それがマジ意味わかんない。似てるところが見えるって感じかな。電話の声は本当に間違うもんね、音でも。今は声変わりしないから、マーク。いやー、今が声変わりしたら嫌だな、おっさん。あんま上がんないと思うよ、マークみたいなものは。みんな声変わりして失敗したタイプだからさ。いやいや、鼻からそんな声だったよ。あ、マジ。そうそう。もう、良くなったと思うよ、声変わって。あ、そうなんだ、うん、僕はまだ。いや、高音が出なくなる。